あ、で、どうなったこれ。ん、ちょっとわからんな。あ、これか。2個できてる。2個できてるんで、おそらく、積み替え場を置けってことだよね。ですよね。そういうことよね。わかるわかる。これが上規格か。上規格足りん。だからやっぱ木に使ったのがミスだったんだよ。これがまだ後回しでよかったんだよ。積み替え場。あとやっぱり倉庫の方、管理人を騙して、上規格をもらうべきだったね。さあ、夜中です。ワーカーの余りは0人。病人はほとんどいない。で、朝来て即でもないけど、はい。湖。川は美しく澄み切った山の山間の湖から始まっています。お、絶好の釣り場だよ。岸から湖を泳ぎ回る魚の群れが見えます。ここに数日滞在し、魚を捕まえることができます。はーい。何日持つんだ ?9 日間。はい。で、まあ、いっとこう。ここなくなったらだね。ただ、ワーカー今増えてきてるから、多分そのうち足りなくなるんだろうな。漁港がないとね。それを見定めてって感じだよね。そういう状況になったら漁港を建てるみたいなのが良かったんだろうな。参道、ハゲタ丘。順番に行こうか。近場から、ハゲタ丘。夜中の24時。あと 17%。サクッと完成させて。チャペルー。ワークショップか。一人入ってないんだな。製材所、空っぽ。これか。これの取り方だけを、今回、ダメになるにしろさ、あれの取り方だけ、知っておきたいよね。資源。わからないね、結局。たどり着けないって言ってんだよね。道は伸ばせんのかな？無理やり。ちょっと立ててみる？わかんない。でもなんか、フィットしないからさ、これ置けないんじゃない？黄色ってなんだろう？黄色って、資源を壊すよっていうやつかな。道を伸ばそうとしたときに黄色が出るのは、いや、関係ないから、わかんねえな。これな、せっかく1000もあんのに。さあ、朝5時が来て、17%、8時から労働開始ね。頼むよ。で、上昇だからこれ8時に上昇始まるのかな。はい、ハゲた丘はそれほど高くありませんが、平原を広く見渡すことができる。黒い点が浮かんでいる。並んでいる。なんだ？黒い点。紛失した木箱。ほう。上規格ありそうじゃない？よろしく。8時から仕事開始。あ、できてる。鉄。鉄。いやー、ワーカー当たんね。はい。音がすごい。今、やばいんだよね。有害なのよ。ちょっとだけ。ちょっとだけだから。うわ、安全工程も上げてるのに、安全じゃないんだ。あ、でも体に有害か、これ。1個やっぱ下がってんのか。だからこの、なんだっけ。換気プラントがもう1個置ければ安全になるんだけど、あと2時間。できるぞ。できるぞ。できたら抜きます。あ、できたー。はー、マイルストーン達成。次のマイルストーンが基盤を建設する。ジェネレーターの巨大な構造を支えることになる。基盤を敷く前に労働者を地下深くに送って強力なタワーポンプを設置。ジェネレーター建設の概要。この構造がジェネレーターの巨体を支え、その運転によって作り出される膨大な力をその基盤へと移動させます。あ、これね。で、次。あ、もう遅いんだ。蒸気交換機が10個必要。圧力弁。これね、だからそっちに入れる。鉄20、鉄だ、鉄取ってください。あとはこれも6個あった方がいいよね。で、資源がないと。うお、あ、4個で、いや、6個か。1時間に 6.5。はい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 。ファン。石炭が減る。で、建造。隠し、うおー、わかんねえ。今これ作ってるから、安全性上げた方がいいのか。うわ。資源がゴリゴリに足りない。換気プラント。どっちかっつうと換気プラント立てちゃった方がいいのか。いやー。病人は銭湯のおかげで、なんか、全然出なくなったね。やっぱ銭湯だったんだな、おそらくあれ。追加はいらんよな、これ。2で10、診療所がある。ただ乗客使うんだよな。製材所。蒸気積み、蒸気積み、うわー、乗客使う。換気プラントを足すのにも乗客使うから、なるべく少ない人数でうまくやっていくっていうのをメインに考えていかないとダメなんだな。人が増えれば増えるほど飯食っちゃうから、だからこっちのもらえるやつもさ、もう今後乗客でよくないっていう、ただ20か、コストが。合理化、保護構造、安全性の向上。スーパーチャージ。換気プラント。2つ目。今やってんのがマジ機械工、でもどっちもどっちか。どっちも作るよね、ある程度は。まあこれ。鉄がないんだけどな、全然。これもある程度、まあ20人入るけど、木材も取りながらやんないと結局ダメだから。まあ効率は、はいはい、意欲高い。意欲。うわー、でも減ってんだよ、意欲。きつそうだぞ。安全性こんな感じ。体に有害なのよ。有害って言われてもな。はいはいはい、何の音？それは？ロンドンからのニュース見捨てられた場所。最初のマイルストーンが完了しました。スケジュールを守るように努力しましょう。一方で、資金削減と107番地区での大事故の後、プロジェクトは中止されました。労働者を確保できるなら、これらの座標に採食者を送って、可能な資源は何でも回収。あ、そうなんだ。へえ。思いもやらないことが起こると思えば我々には、全員を避難させるためのジェネレーターが全く足りていません。あなたの任務はこれまでにないほどに重要です。努力を倍にしろ。どこにできたって？今ここに向かってる。そこもある。自然の彫刻？自然の彫刻？まあ、そっち方面がその107番っていう話ね。ここ何番地だっけ？ちょっと忘れちゃった。明日上昇だって。ここに書いてあるやつだとわかんないね。本当にタイミングが。ここに出ててほしいね。温度は変わらずずっとこんな感じ。てか石炭さ、溜まってんじゃん。これいらなくね？木材の方が重要だわ。待って、ちょっと待って。見えてる見えてる見えてんだけど。もう一個いたよね。ここでいいか。で、これは、労働組合。一人一票、労働組合。合意した労働組合には代表者が必要です。しかし彼らの裁量に任せておくと、労働者たちはおそらく代表者に反体制的な活動家を選ぶでしょう。どのように進めましょうか？いやー、なんていうかその、中立というか、ちゃんと全体を見渡せる人がいい。モチベーションが増加。ストライキのリスクは2日間増加。選挙を不正操作する。やる気が、モチベーションとやる、不正操作でやる気増加するわけないと思うんだけど、なんでどういうことだ、これ。しかもその意欲とさ、不満の文言がちょっと変わってるから、どれのことだかわかんない。やる気が増加する。モチベーションが、同じ意味これ。でも彼らに自由にやってもらった方がやる気が出るよね。ストライキのリスク2日間増加ぐらいはもう許容しよう。だって今やってないもん。ここやってない。つうかここ何すんの？正しい意見なのか？彼らはエンジニアか？あれか。ここのジェネレーターになんかできたのか。これが。タワーポンプと圧力弁。あ、構造材必要じゃん。10個必要だって。マジか。資源きつすぎないか、これ。石炭がさ、全然足りてんのよ。石炭ここだっけ？木箱です。これか。乗客ではなかった。でもこれ持って帰ってきてもらえば、あれができるね。重い木箱、持って帰ってこれる？拾い物はもらい物。木箱を調べていると、蒸気交換機と鉄複合材が見つかった。これらの貴重な資源は、ウィンターホームの建設現場行きだった。トレーラーから落ちてしまったやつか。じゃあ、有効活用を。20個と10個いいじゃない。取る。わからん。いや、どうなの？ウィンターホームがどこにあるか知らんけど、帰ります。山道と貨物車列。こっち行っちゃった方がいいよね、次。多分近いし。一回帰ってきてもらって、そのまま北行こう。で、石炭が思ったより取れてるんだよ。1時間に28でしょ？これ15だっけ？ 25 だっけ？ 1 時間に25なんだけど、あれ取ったんだっけ？取ったのよ。15% 改善だから、今、消費が20とかになってんだよ。だからさ、足りてんだよね、これ。1台で。多いぐらい。そうか、だから取れる量に合わせていいんだ、これ。積み替え所が、どの道1時間に28しか取れないんだから、こっちも28ぐらいになるような人数でいいんだよ。少ねえぐらいでいいよ。まあ、7人でいいか。だから10対10、10人10人である人がそもそもねえんだろ、全体的に。わかったぞ。で、ここに人をいっぱい突っ込んでもさ、材料がないよねっていうやつなのよ。だから製材所、製材所、10人10人10人入ってるから、あとここかじゃあ。167あるから。まあ、3人しかいないけど、はい。だからこれも1個で済めばな、もっと石炭の使用が抑えられた。まあでもどのみち、あれか。2個必要になるのか。テントの数的には。ワーカーを何人まで増やすかだよね。今みたいなさ、入れたり抜いたりが多分良くないんだろうな。全力でとかやんないでさ、あ、でもこの構造材を使うとなると全力でってなっちゃうか。安全工程、今やばい？安全の方がいい？安全工程しとく？安全工程。安全安全。はい。まあいいでしょう。時間は？まあいいか。どのみち安全です。石炭は基本余ってる。あ、で、飯も余ってんじゃん。うわ、これ、そういうところも、まあ、カツカツまでやっていかないとダメなタイプかな。さあ、ワーカー20人来た。乗客1個。で、今、はい、安全性の向上、次。安全性。あ、だから、機械工場の方はもう、やんなくていいんだ、あれ。これやんなくて大丈夫。安全工程しなくても大丈夫。夜来ちゃった。ワーカーが16人余ってる。あ、家がねえんだ。忘れてた。だから20人呼んだのに。まあ結果的にここそんな悪くなかったか。こっちの方が広いもんね、ここよりね。まあでも第一居住区、第二居住区っていう感じでよかったんだろうな。ワーカーが16人余りだったら入れとこう。でもこれってさ、また入れとくとさ、ここの安全の影響受けるのかな。今20人入ってて、人いないはずなんだけど、なんかあのね、本編の時のさ、凍えるアイコンみたいなさ、ありそうなんだよな。飯の減り具合が、勢いがいいね。10人10人取ってる。2人、10人。そう寝らないんだろうけどな。まあまあいいや。で、今のうちにあれやっぱ見よう。これをどう取れるのかを見よう。道を伸ばしてみよう。ん？ちょっと待って、わかんねえ。これで道できたら、到達できて取れるようになってすんのかな？現在資源に到達できません。もしくはこの辺にあれか。収集所を置くってことになる？でも、実際行けないよね、これ。どうやって飛んだろう？今更わかんないです。さあ、家を建ててくれ。建たない。飯も減ってってるな。はい、帰ってきたよ。で、こっちで来たんだ。あ、違う。うん？待って。あ、そもそも、あったじゃん。こっちあったじゃん、タワーポンプ。これもういいのやって。こうか。はい。で、50人。ベース安全レベルがマイナス。すごいね。安全にして、ゆっくりやってってもらうしかなくない？ 50 人突っ込んで一気にじゃないんだな、だからマジで。それは分かった。ワーカー200人いる。余ってるのは何かっていうのをちゃんと見てたな。病人が1名。家は建った。また朝来たら考えよう。病人増えてきた、また。あ、どんどん増えてきた。なんじゃらー。あ、5人。病人5人。診療所に回す乗客ないぞ。あ、でいけるわ。で、こっち行くとそのあれでしょ。そのウィンターホームじゃなくて、なんだっけ。うちは113号なんだ。107号だったっけがなんかその失敗したらしいから、行ってもらおう。来たのが近いからな。はい、効率 30% 上昇。雨降ってるときやめた方がいいのかな。有毒ガスの濃度が上昇。8時になったらまたメーター上がる。てかゼロの日ないのかな。資源の溜まり具合を見て何人ここに突っ込むかを。あ、てかパブ多分いらない、こんなに。3人。カツカツでいく。上がったー。上がったからやらない。うわー。入れない。ああ、でもこれ作んないと、もう一個の方やれないんだよね。この構造材っていうのがないと、圧力弁が作れない。だから、この、保護構造がさ、保護構造に使っちゃいけなかった説あるね、これ。病気になるリスク承知でってやるとどうなるんだろうな。やっぱそれを診療所でなんとかするみたいな話になってくのかな。やめた方がいいよね、さすがに。有毒。せめて体に有害状態で、やりたいよね。法律。団体交渉。スト中の労働者の代表者たちと交渉し、相応の対価で進行中の全てのストを終わらせる。まあ、飯とか。はい。やったりするって話と、労働者評議会。働く人々が労働者評議会を通じて意思決定に参加する。これは、労働者にスト以外の手段、あ、これいいじゃん。ストってなんか一番困るよね。新たな建設物、評議会広場。労働者の意欲が日々わずかに増加する。評議会広場は近隣の職場のストレスのリスクを一段階、おお、そうなんだ。職場のストの、あ、リスクか、ストのリスクか、はい。わずかに不満が減少する。評議会のアイディアの中にマイナスの結果につながるものがあります。やだ、まあ、選ばなきゃいいんでしょ？アイディアだから。これでいいんじゃない？評議会広場。近隣の職場の、あ、すごい。入れた方がいいってことよね。あ、職場か。こっちか。気がなくなるけど。あ、職場だからこういうのもか。え、こういうのもストするの？ストを起こすの？こういうところの人たちも。主にここだよね。こっち側にもなんか建てることになるだろうから。あ、しかもこれポンプか。ああ、失敗したね。ポンプは関係ないから、これとこれ隣り合わせでやるべきだったね。いやー、そんなこともあるんだ。え、中に置けんのこれ。あれ、これってさ、他のテントとかは置けないよね。置けないのよ。これ中置けるんだ。へえ。それ何？あ、これも全部枠なのか。その背面の。ここを含めてこの建造製造所の土地か。奥ならその背後か。え、でもそこ起きるぞ、なんか。え、これいいの？なんか変じゃない？置いたわ。いや、許されるかどうか知らない。広場。で、木は増えてってる。400ぐらい木増えたら、いや、いいのか。今、ガス来てるから。ガス下がったらだな。体に有害だったらいいか。一段階まではやっぱ許容しよう。作ってくれ。頼む。あ、で、チャペルな。飯が減ってきた。3人ぐらいでいい。入れすぎてもどうせっていう感じだから。まだ余裕あるしね。あれ？飯のアイコンがないな。飯今どうなってる？まだあるよね。あるある。まあまた来るか。で、南にまたできたんだよね。ちょっと遠いね。減ってくかな。ワーカーの人数的にはだんだん1日80じゃ足んなくなってくるでしょ。2で4だっけ？ 2 で4だから、1日80って160だから、1日160人分のしか食料ないわけじゃん？だんだん減ってくはずだよね、現状でね。今200人いるから。だから毎日40足りてないから、もう漁港を立ててよくない？漁港も立てといて、余ったらちょいちょい活かせる。っていうか、あ、でもこれやるんだったら網目やりたいんだよ。ニュー網目。ニュー網目？これ、細かい網目やっときたいんで、まあ、次、取ろう。で、次のマイルストーンが何だって？予定より3時間遅い。25日の15日までに、今やってる、このタワーポンプともう1個、その圧力弁が10個だっけ？今6個しかない。はい。できました。よく増加。いいよ。なんかするのこれ。評議会広場。ユニオン広場。はい、安全性できた。網目やろ？網目。広場が、労働者評議会は労働者の簡単や嘆願か、やアイデアのはけ口を与え、近隣の職場のストのリスクを軽減させます。また、時折改善策の提案も行います。改善案。今はない。で、選ぶのか。毎日増加いいね。いいよ。複数立ててもいいってことだ、これ。意欲重要。木材300超えた。あ、なんかあるね。これなんだっけ？労働組合か。何？エンジニアの嘆願。複数のエンジニアが労働者評議会への懸念を伝え、安心できる答えを求めてきています。労働者を意欲的にしようと取り組む努力には感謝します。しかし彼らに力を与えすぎると我々の権限が衰え、責任の所在が曖昧になってしまいます。彼らのアイデアを実践するとしても、彼らにジェネレーターの設計の知恵は皆無だということを忘れなく。そうだよね。それはそうだ。うん。いや、まだ大丈夫だよ。いや、俺が責任を持ってちゃんと見るから。労働者たちにちゃんと言い含めるから、信じてくれ。でも意欲減少しちゃうんだ。ちょっと下がったわ。いやー、チャペろうぜ。チャペった後だったか。はい。自然の彫刻。予想通り特定の角度からだと人が立っているように見える背の高いただの岩でした。はい。目印。で、野外炊事場。ここにその、失敗した107、なんだっけ、工事現場があるのかな。だから、乗客を見つけてくれるのが一番いいんだけど。終わってる。結構早いな、これ。待って、今、立てたのよ。今これいらんのよ。そう、もうちょっとまだ無駄したな。だから他のところに人を入れていい。飯作るの早いな。一人でよくね。で、比率。10人の7人で合ってる？大体合ってる。10対7。6.5。6.5。おう。6.56、人が違う？いや、なんだろうね。2箇所、なんかすごい早くないこれ。1時間18だって。3箇所目があったとしても、1箇所に66入れられるっていう感じなのかな。そもそも3箇所に振り分ける前提のポテンシャル持ってるってこと？そもそも3倍早いってこと？わからんけど。あ、でもこれは同じだな。これ上げてないんだよね、まだ。木材が、10人だよね、今。10人入ってて、積み替え所が1時間18。22。やっぱ、8対10とか、7対10ぐらいでどうも間に合うっぽいね。待って待って、ワーカーが余ってきた。余ってきた。29人余ってる今。乗客2つ。人はこれ以上増やすと危険な気がするんで。じゃあ、上げとく。上げとく。余ってるんだ、入れとく。製材所。製材所。木材？これも上げとく、一応。どの道、乗客ないと、積み替え所、立たないんだけど。早い、枯渇。こっちね、次。よろしく。今22人いるから、漁港だろうな。漁港も複数箇所になったりするのが取れる量が。あ、新型漁港あるね。結構先だけど。あれ？そもそもさ、ドックって乗客使わないんだっけ？あ、使わないか。じゃあこれは別に、いくら上げてもいいんだ。これか、積み替え所か。いいのかいいのか。製材、あ、なくなってる。わー、ワーカーが意外と余ったぞ。やるじゃん、これ。これを上げると、変な時間使っちゃった。ちょっと待って待って待って。しかも、時間外じゃん、これもう俺。朝来たらやります。もう忘れないうちに入れとこう、人。いや、いいか、さすがにいいか。漁港がそろそろできるんだよ。でも漁港できたとしても、ちょっと入れました。朝来たら、漁港も抜いて、ここだね。それか、ここに17人もいらないのかもしれない、そもそも。こっちがあるからさ、収集所あるから、ここに10人入れて7人余るから、明日の朝来たら40人ぐらいここにぶっ込んでっていうのが良さそう。な気がする。いや、200人いらなかった説マジであるな、これ。こんなにワーカーいらなかったかもしれない。え、さらに上昇これ。あ、それダメだ。レベル3までいったらそれダメだ。あるのか。あるか、そりゃ。メモリ3つあるんだもの。野外炊事場。野外炊事場で食料は見つかりませんでしたが、最近まで使用されていたっぽい。水が入っている。野外だからその雨水でも入ったんじゃないので、あ、これか。107番地区。話に聞いた風雲がつきまとう。俺が破滅したとこですか。あれはでもあれか。ウィンターホームか。行ってもらおう。行けるようになった。まだか。だからあれを置けばいい。収集所を置けばいい。いや違うわ。どのみち入んない。どう取るんだあれ。なんか研究ですか。わかんないです。資源。いやわかんないです。で朝が来て、なんか今落としたな。これなんだ。あ、着いたのか。キャンプ設営で、飯よろしく。はい。で、朝5時。で、8時になって、メーターが3つになったら、この、保護構造は、ただの無駄遣いです。